はい、皆さんこんにちは、ヤソでございます。今回レビューするアイテムはですね、リメール 2022SS で販売されましたジャケットでございます。またリメールかということで、ちょっと大変申し訳ないんですけど、ちょっと今年のリメール SS は個人的にとても気になるアイテムが多かったので、ほとんどのアイテムを購入させていただきました。なのでもう少しリメールが続くかと思うんですけど、許していただけると幸いです。まあ、リメール好きの方はちょっと共感できると思いますので、よろしくお願いします。それではですね、早速レビューに入っていきたいなと思います。こちらのチャンネルではですね、主にインフルエンサーさんがディレクションするアイテムのレビューと、そしてそのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただいております。気になる動画がありましたら、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。はい、それではですね、今回ご紹介するのがこちらにあります、リメールルーズベーシックダブルテイラードジャケットでございます。価格が8800円で、サイズが S から L の3サイズ、そしてカラー展開がブラウンとモカの2色展開となっております。で、僕が今回購入したのがですね、ブラウンの L サイズを今回購入させていただきました。まずは着用画像をご覧いただきたいなと思います。ジャケットの販売ということで、セットアップの販売かと思っていたんですけども、ディレクターであるジュンさんがですね、セットアップではなく、黒パンツなどと合わせてカジュアルに着てほしいとの思いから、今回はジャケットのみの販売となっているようです。ただ、どうしてもセットアップで着たいと思っている方はですね、2021に発売されているベーシックワイドパンツとどうやら生地が同じならしいので、そちらと合わせることが推奨されております。ただセットアップでなくてもですね、こちらのアイテムの色味自体が黒が多めの落ち着きだったり高級感のある色味になっているので、黒パンツだったり他の暗めの色との相性は比較的にいいのではないかと思います。で、生地は SS ということで薄手になっているので、半袖の上に軽く羽織ったりしても問題なく着れる涼しげな生地感になっていますね。で、ちょっと細かくアイテムの部分を見ていきたいなと思います。で、まずが裾、そして袖、そして後ろ、そしてポケット、そして襟で、ちょっと気になった点がありまして、ボタンの質感がですね、ちょっと面白い素材になっていて、なんかゴム製のボタンになっているんですよね。ちょっと映像では分かりにくいかもしれないんですけど、ちょっとゴム質のあるボタンになっているんですよね。これはどういう意図なのでしょうか。詳しく知りたいところでございます。まあ、ちょっと初めて見るタイプのボタンだったので、個人的にはとても新鮮でした。はい、では次にですね、こちらのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただきます。それではどうぞ。Thank you.
は3校でご紹介させていただきました。1校でずつご紹介させていただきたいなと思います。まず1コーデ目はですね、今の時期でも着れそうな暖かさをイメージしたコーディネートにしてみました。まあ、タートルネックにジャケットを着るだけでも良かったんですが、それだけだとカチッとしすぎてしまう気がしたので、明るいベージュのカーディガンを加えることで日常でも着れるように落とし込んでみました。また配色を1色増やすことでおしゃれ感のあるスタイリングになっているかと思います。2個目はですね、逆に綺麗め感を強めたコーディネートにしてみました。同系色のパンツを使って統一感を意識しています。この時はベルトなしで撮影させてもらったんですけれども、個人的には差し色としてハイトーンのベルトを加えるとさらに良くなるのではないかと思いました。で、3個目がカジュアルを意識したコーディネートでございます。ハイトーンのアイテムが多い時にですね、暗いトーンのジャケットを一つだけでも加えることで、カジュアルファッションもきれいめカジュアルのようなスタイリングにすることができます。こちらのコーディネートもですね、結構アメリカンな感じがしているので個人的には気に入っております。はい、というわけで今回はリメールのジャケットをご紹介させていただきました。参考になっていたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。